い、クジラクジラ。なんだね。超天然おバカキャラの山口萌えいんじゃん。いるね。今では爆笑問題の田中の嫁で専業主婦状態だけどさ、最近少し話題になったのがスピ系にハマっているみたいね。そっちに行っちゃったんだ。スピリチュアルにハマる人って自分で問題解決できない人なんだよな。山口萌えさんはできないだろうね。そのスピリチュアルにハマったきっかけはコロナだって。萌えが陽性になり田中や子供に感染させた責任を強く感じているのよ。そうなんだ。しかもその後に田中が脳梗塞で入院したのも自分のせいだと思っているみたい。思い込みじゃないかな。そうなんだよね。こんなの嫁に持つと大変だよな。スピリチュアル系って霊能者ってこと？そういうこと。霊能者にはまるとお金をたくさん巻き上げられるからね。もう巻き上げられてるよ。約1億円。遅かったか。その霊能者は弟子が1000人くらいいる大物なんだよ。おお。こういう霊感商法がなくならないのってさ、山口萌えみたいなリアルおバカキャラがいるからなんだね。